ではね、すべての準備が整いましたので、これからブーケを作っていきたいと思います。まずはこうバラを持ちます。バラを何本かこのように重ねていきますね。はい、重ねました。そしたらここに、この丸めたドラスナをこのように当てていきます。当てていきますね。そうするとここにまあね、お花のフラワークッションと呼んでるんですけど、クッションが出来上がって花と花の間が開くんですね。まあ、とりあえず先にバラを全部こう入れていきます。こうですね。まあ、フラワークッション後から持ってもよかったんですけど、まあ、ちょっとねこう分かりやすいように先に説明してみました。今回はバラはバラでちょっと固めて、で他の花を周りに入れていくようなブーケにしていきますので、まずはこのようにバラを持ちます。はい、ただこのグラスナで作ったフラワークッションをこのバラの周りにね、さっきここに入れたので入れていきます。どんどん入れていきます。で、まあ、ガーベラが次に入るだろうところに少しこう多めに入れておきますね。でガーベラをこの上に、フラワークッションの上に来るように花が配置します。はい、でどんどんガーベラを入れていきます。はい、でこちら側に2本入ったんで、ちょっと反対側にもこのぐらいこうガーベラを入れますね。まあ、今回このガーベラは大輪ガーベラなので、これがちょっともうちょっとちっちゃい小輪のガーベラだったらもうちょっと全部固めて入れてもいいんですが、少し1本だけこう離すようなバランス感覚にしていきます。で次にこのグリーンのトルコキキョウを入れていきましょう。こういうような感じで後ろ側とか前側にも入れていきます。特にこのガーベラの下あたりにこう入れて、ガーベラの花びらを上にこうキュッと上に持ち上げるような感じで使える方法にもできますね。はい、はい、とこのグリーンも入りました。いいですか。そしたら、ここで少し丸めてないドラスナをこの下に入れますね。はい、でこのドラスナは1枚このように持って刃先を握り込みます。これをね、でこうドラスナの流れができますね。これ1枚後ろ側もこう入れてここで握り込みます。はい、いいですか。でこのね、丸めると刃先を握り込む、丸めたものを持つのと刃先を握り込むのは用途が違うんです。ちょっとそのあたりも N フラワーサイトに全て載ってますので、ぜひそちらで確認をしてみてください。これ光ってるな。ライトが近いから。そしたら最後にこのリキュウソウを入れていきます。ためを効かしてあげるんですね。そうすると流れができます。こうですね。まあ、このリキュウソウの使い方で随分と動きが変わってくるんですよ。こういうように流していきますね。でこう短くしたものとかも入れて、こうなんとなく全体のアウトラインの動きを少しこう軽やかな感じにしていきます。はい、こういうリキュウソウのラインを入れていきます。でこの先端のラインをね、少しこう絡ませたりしてちょっと複雑構成にもしてみましょう。
はい、いかがでしょうか。少しこう利休層を絡ませて前のラインを強くしてみました、ではね、これは結束をして、長さを下揃えて結束をして正面から見てみます。どうぞ。はい、こちらのブーケはいかがだったでしょうか。キャスケードブーケの可愛いね、キャスケードブーケの出来上がりです、これだったらね、簡単に皆さんもできると思うんで、ぜひね実践してみてください、やっぱりね、花に触ってやってみるのと見てるだけでは違うので、まあ、見てるだけでも上手くなるとは言ってるんですけど、上手くなるんですよ。上手くなりますけど、見てやるともっと上手くなる。で、ついでに N フラワーのスクールに来ればもっともっともっと、まあ、ちょっとした宣伝ですまあでもね、本当にうちの会員さんうまくなってるんで、ぜひお花、こういうブーケでもアレンジでもうまくなりたい方はぜひ N フラワーのレッスンに来てみてください、お花屋さんでもね、こううまくなりたいっていう人がたくさんいて、たくさんいらしてます。みんなどんどんうまくなってます。お花屋さんだけじゃなくて、普通にね、お家で趣味でやってる方も、もうプロ以上に本当に上手くなって展示会とか出してます。楽しいね、フラワーライフを、本当にこれ、N フラワーに来ていただければ送れると思うので、ぜひ、N フラワーでレッスンを受けてみてください。皆さんで楽しいフラワーライフを過ごしましょう。ではね、また次回お会いしましょう。See you next time. Thank you.